しました。はい、ご苦労さんです。いいすいません、キツネうどんになります。はい、どうしましょう。ちょっと持って入って。あ、いいですか。はい、はい、失礼します。ちょっとこれ、おい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 、やっべ、おい、いやいや、おい、あ、あのきつねうどん、あのおい、あの800円になります。何言うてんねん。あ、お釣りありますんで。はい、何言うてんねん。どなんやこれ、どうすんねんこれ、はよ。あ、800円になりますけど。はい、何言うてんねんお前マジで。800円になりますじゃないねん、どうすんねんこれ。いや、え、お前800円払うわけないから。いやいや、お前ガッシャン倒してなんで800円払わなあかんねん。なんで注文された方が800円払わない。お前何言うてんねん。俺これ頼んだ、どうなってんねんこれ。いやそうですよね。当たり前やろ。あ、そうですよね。当たり前やろ。すいません、申し訳ございません。すいません。はぁ、ちょっと、もう最悪や、もう。こっちは最悪なほんま。すいません、こっちですよ。本当なこれほんま。最悪です。すいません、これで綺麗になりましたね。ああ、すいません、クリーニング代800円になります。何言うてんのお前。いや、なんで俺800円払わなあかんねん。いや、その、いや、これ、いや待て。いや、ちゃんと俺なんで払わなあかんねん。実はそのアルバイトのこれ弁償になるんですよ。この800円。弁償せよ。いや、僕時給800円なもんで、これもしくはチャラなるんすよ、これきついんすよ。1時間分ぐらいええかな、お前。そもそもお前がガーン倒したんやろ。いや、そうっすよね。お前が弁償せ、新しいの持ってきて。あ、すいません。すぐ。じゃあ2杯目ということでよろしいですか。うんうん、じゃあ2杯目以降は1600円になるんですけど大丈夫ですか。嘘つけよお前。俺意地でもお前俺から800円取ろうとしてるからな、お前。いや、どういうことや。いや、俺なんで俺800円払わなあかんねん。いや、お願いします。2杯目以降倍なんの聞いたことないよ。お願いします。どんな出前やそれ。多分お金持ちですやん。なんかマンションも立派なマンションやったし、僕ほんま貧乏人で。関係ないよそれ。800円のその値打ちのサード関係ない、ね、いや、ノリですやん。君が今ガッシャン倒してるから君が弁償しなさい。ノリでそんな払ったらいいじゃないですか。まあ、いろんな角度から攻めてきて俺に800円払わそうとしてる。ちょ、いいじゃないですか。それ軽い感じで。ノリじゃないですか。俺800円払う意味がないね。分からんねん。払いや、もうそんな。おお、違う角度。払いや。違う角度来たぞ。払ったらええやん。俺また別の角度来てる。払いや。俺そんな高圧的にされても払う意味がない。払うわけがない。それ払わんよ。いや、違うんすよ実は。おお、別の角度来たな。喜怒哀楽で攻めてるな今。いや、違うんすよ。うん、俺払わんで。実はおばあちゃんが病気で。え？いや、俺手術代払わないといけなくて。いや俺本当は仕事やってんすよ。でもこの仕事の合間にこうやってバイトして、それはおばあちゃんの手術代稼いでて。それは立派やけども、いやこれ関係ない。病院側も無茶で手術代が800円もするって言うんですよ。嘘つけよお前。どんな手術や、800円の手術って。嘘バレバレやお前。お前嘘バレついて俺から800円奪い取ろうとしてんのかお前。いや払わん言うてんねん。でもなんかお前や払うのはこれ弁償すんの。いや、なんか突然申し訳ないんですけど、これ、実は俺舞台俳優やってまして、これ次の舞台のチラシなんですけど。はい、あれほんまや。はい、これよかったら。お、映ってるやん。あ、そうです、これほんまに僕ですよ。はい、あ、そうなん、はい、俳優さんやってはんの。はい、そうです。よかったら。いや、俺こういうの見に行くの好きやからさ。マジですか。うん、いいんですか。ちょっとまあ音楽ちょっとやってたりするからね。いや、実はこうやって出前しながらも僕チケット手売りしてて。あ、そうなん。よかったら。わかったわかった。じゃあ、まあこれとはまあ別件で。はい、見に行くの、見に行かせてもらう。マジですか、うん、じゃあ2800円になるんですけど大丈夫ですか。うんうんうん、はい、分かった分かった。はい、お願いします。こんなんやってんねや。はい、そうなんですよ。これ2800円になるんでよかったらチケット、うん、はい。2000円もう意地でも俺から800円取ろうとしてるやん。今のめちゃめちゃ斬新な角度やったわ。いや、チケット代ボローとして俺2800円言われて800に敏感になってんねん。見るやろそら。2000円やん。はい、すいません。バレるってそれ。むちゃくちゃやなお前。いや、でもマジで見に来てください。何何、これでチケット買ってください、マジで。はい、あ、何やねんこれ。いや、マジで。どういうことやん。いや、マジで見に来てほしいだけ。いや、見に行くのは見に行くよ。だから自分で。いや、だからマジで見に来てください。自分で払って。いや、それはマジで僕払いますんで。その代わり約束が一つだけあります。必ず見に来てください。そして必ず率直な感想を聞かせてください。いや、それ嘘やけど、意味わからんから、はい、これ2000円は。いや、マジで受け取ってください。その代わり絶対来てくださいよ。どうするつもりや。本当にこっからどうやってプラス800円持っていく。マジで。お前今マイナス2000円やぞ。絶対見に来てくださいよ。
想像もつかんな。どうやって800円持っていくの？その代わり見に来なかったら僕この2000円取り返してきますからね。絶対来ますからね。どうやってこの場でプラス800円持っていくの？お願いしますね。約束ですよ。いや1週間やってるんでいつでもいいんで絶対来てください。裏ないんか、はい、ほんまによろしくお願いします。純粋に芝居見てほしいだけか。おいおい待て。はい、いえ気持ち悪いわ。2000円もらうのやっぱり。いやだから自分で払うって本当に見に来てくださいって。いいねんな。あそうなんですよ。そういうことですから。お前マイナス来てください。2000円いいねんな。以上です。はい、おはいもらいます。はい、じゃあもらいます。はい、え読んでない読んでない読んでないのに、えって言ったのは今プラス800に持っていく意思が見えたわ今。このままでは絶対引き下がらへんつもりやな。うん、え何もないですか。ここで勝負決めたろ。うん、あそうですか。もう呼ばへんで俺。あ、はい、もう帰って帰って。紐ない靴の紐結んでるやん。呼びかけへんで俺。え俺ら来よった。うん、ここで勝負かける気やなこいつ。しましこのまま引き下がるわけないもん。2000円渡して あんだけ800円取ろうとしてた男が。今、うん、お兄さん財布の中に1000円札何枚入ってます。お、はい、あれだったら両替しようかな。具体的ななんか仕事の話出したの。えお金、はい、あ、うん、1000円札たっぷり入ってるじゃないですか。あ、うん、両替してますよそれだったら僕。はい、今手持ち8000円。あ8000円ですか、うん、あえちょうど1万じゃないですか、まあ、えじゃあ両替しますよ。はいこれ1枚です。その代わりこれ僕ですよ。はい、あなんか1枚札1枚もしかしたら不便かもしれないですね。ああれだったら僕5000円札2枚に買いましょうか。はいじゃあはい1枚2枚ちょっと待って、どういうこと。5000円札はもしかしたらあれか。じゃあ手出してください。はい、ちょっと待って、もともと1000円やったから。もともと1000円。ちょっと3900円。なんやこれ。こんにちは、ジャルジャルの福徳修介です。この度小説今日の空が一番好きとまだ言えない僕はを発売しました。概要欄にですね冒頭の1ページ2ページ分ぐらいを載せてます。気になった方は一番下の URL をポチッとしてみてぜひ読んでみてください。以上小説の宣伝でした。バイバーイ。